イエティ、都市伝説女子カレンです。今日はイエティのお話をします。ヒマラヤ山脈に生息する雪男イエティは世界的にとても有名なユーマです。全身が毛で覆われ体長が3メートル近くにも及びます。1887年にイギリスの軍人ローデル大佐が発見したのが最初で、1986年には実際にイエティが歩いている姿が写真に収められていて、現地に調査隊も派遣されましたが、現在も解明には至っていません。アイレスジャック、都市伝説女子カレンです。今日はアイレスジャックのお話をします。インターネットで噂になった、世界中で目撃された怪人の都市伝説です。アイレスジャックはマスクをかぶり、パーカーを着た人間の姿をして人間社会に紛れています。その顔に目玉はなく、目があるはずの場所に黒い穴が開いていて、黒い液体が滴り落ちてきます。好物は人間の腎臓だそうです。アイレスジャックには特殊能力があり、人間の体から腎臓を取り出し、あっという間に傷口を縫い付けることができます。腎臓を取られたことに気づかないこともあるそうです。もし自分のお腹に覚えのない傷跡があれば、すでにあなたの腎臓はないかもしれません。オールマン、都市伝説女子カレンです。今日はオールマンのお話をします。1976年、イギリスのコーンウォール州モウマン村で、教会の上空を飛ぶ巨大な生物が目撃されました。近くの森では大人の男性ぐらいある巨大なフクロウが木に止まっているのが目撃され、目を真っ赤に光らせていました。このユーマはフクロウに似ていることからオールマンと呼ばれています。オールとは英語でフクロウの意味です。海中の赤い女、都市伝説女子カレンです。今日は海中の赤い女のお話をします。インターネットで噂になった都市伝説なのですが、ある3人の中学生が海水浴に行ったのですが、あまりに人が多かったので遊泳禁止の海岸に行ってしまいました。3人はしばらくは何事もなく泳いでいたのですが、突然1人が溺れているかのようにジタバタもがき始めました。残りの2人が助けようと慌てて海に飛び込んだのですが、海の中に赤い服を着た髪の長い女がいるのを見ました。溺れていた1人を海の中に引きずり込もうとしていました。結局助けることができずに亡くなってしまったそうです。ルームメイトの死、都市伝説女子カレンです。今日はルームメイトの死のお話をします。ルームメイトと2人で暮らしている女性が、ある日帰るのが夜遅くになったため、気を使ってルームメイトを起こさないよう電気をつけずに真っ暗なまま寝ることにしました。朝目覚めると、そこには血まみれになって殺害されたルームメイトの死体と、血文字で書かれた電気をつけなくてよかったなというメッセージが残されていました。女性が帰宅する寸前に殺人が行われており、殺人犯が部屋に隠れていて電気をつけてしまっていたら命はなかったということです。ミドロさん、都市伝説女子カレンです。今日はミドロさんのお話をします。携帯電話などで自撮りをすると稀に写真に現れる怪人の都市伝説です。深夜0時ぴったりに電気を消して暗くした部屋の中で携帯電話などを使って自分を映すと、ミドロさんというおかっぱ頭で血みどろの少女の姿をした怪人が映ることがあるといいます。この怪人を映してしまうと、その人はミドロさんの呪いで数日以内に死んでしまいます。ミドロさんを写した写真を24時間以内に他の誰かに送れば命は助かるようです。ただし写真を送られた人がどうなったかは明らかになっていないようです。ヒサルキ、都市伝説女子カレンです。今日はヒサルキのお話をします。とあるお寺に併設された保育園では、お寺との境目には柵が設けられていました。その柵に昆虫などが串刺しにされる事件が起こり、当初は鳥の仕業か誰かのいたずらかと誰も気に留めませんでした。しかしその行為はエスカレートして、モグラ、そして猫までも柵に串刺しにされるようになったのです。ついには保育園で飼われていたウサギも犠牲になりました。
とある子供に尋ねると、ヒサルキだと答えました。どうやら他の子供たちもヒサルキの存在を知っているらしいのです。過去にヒサルキの絵を描いた園児がいたのですが、その園児は両目に怪我をして、その後は行方もわからなくなりました。別班、都市伝説女子カレンです。今日は別班のお話をします。陸上自衛隊の秘密情報部隊別班は、ロシア、中国、韓国、東欧などにダミーの民間会社を作り、民間人として送り込まれた別班員によりスパイ活動を行っているといいます。近年、元別班員たちの著作や証言により別班の実態が徐々に明らかになってきていましたが、その内容は1970年代までの情報にとどまるため、現在も存在しているのか不明でした。最近でも首相、防衛省にも知らせず身分を偽装した自衛官が海外で情報収集活動を行っているという証言も出てきています。とはいえ非公式な組織なので真相は不明です。コルポセコ、都市伝説女子カレンです。今日はコルポセコのお話をします。ブラジルの都市や墓地の塀の上では、痩せた体にシワだらけの醜い顔をした化け物が目撃されています。この化け物はコルポセコという名前で、もともとは人間の男性だったのですが、とても残忍な性格をしていたそうなのです。彼の死後、墓地に埋められたのですが、地面の土が彼の体を拒んだことで、彼の遺体を何度墓地に埋めても地上に戻ってきてしまうのです。男の死体はコルポセコとなって人間の生き血を吸うようになり、ブラジルでは人が血を抜かれて殺されてしまう不可解な事件が多発しているそうです。心臓のない少女、都市伝説女子カレンです。今日はアメリカ東部で病で亡くなった少女マーシーの都市伝説を紹介します。ある日、ブラウン家の母と姉が病気にかかり亡くなってしまいました。兄は生き残っていましたが、病気にかかってしまいました。村人たちは家族の誰かが吸血鬼として蘇り、血を吸って弱らせているのだと言い出すようになり、そこでブラウン家の墓場を掘り起こすと、マーシーだけがまるで生きているかのような状態で眠っていたらしいです。マーシーが吸血鬼に違いないと思った村人は、彼女の胸を切り開き、心臓を取り出して焼きました。そして今でも、マーシーの墓の近くでは、彼女の幽霊が目撃されているようです。